モテてしゃあない坊主です。おお、これからも流行りはしゃあないを使っていこうと。おお、なるほどね。一発目はモテてしゃあない。なるほどね。その毎回なんか言葉を変えていくっていう。はい、ということで企画いきましょう。はい、今日の企画はですね、大体お前のその服装で大体意味が分かってくるんで、司会者で大体何が、ああ当時さ、実業家にさ、なりたいってさ、何も言ってるやん。引退したらな、ああ将来実業家になるのがもう夢やから、そのための格闘技やと思って、うん、当時ってそんなね、頭いいわけじゃないと僕ら思ってるんですけど。頭はいいよ、言われるよ俺。あの、学の方ですよ、学の方勉強ね、うん、勉強は一切してないからね。頭の回転はかなり早いけど勉強はしてない。そう、最低限一般常識はやっぱ必要やと思うんで。あるって。今日はそれを試させてもらおうと思います。僕らで問題考えたんで。オッケー。今日僕らで勝手にゲストマジ読んでいいですか。読んで。わかりました。じゃあ、ゲストの方早速お呼びしようと思います。どうぞ。じゃーん。お前若干似てます。リサイルマンにしないでーす。やばい。ちょっと待って、今回オファーいただいたんですけども、ね、はい、オファーの仕方があの雑でしゃあないわ。雑でしゃあないから、はい、家から近かったりしゃあないわ。しゃあないわ。違うやん。 YouTube やるからちょっとパッと来てくれないですかっていう感じやってんけど、めちゃくちゃお世話になってる。はい、俺プライベートで、ほんまに大先輩仲良くさせていただいて、イベントもね出ていただいて、はい、本当にそう、寺川さんの舞台でそう、ナンバーのグランドプリンスを出させてもらっちゃうから。でも、ね、これ、ね、なんやねんみたいになってはる方なんで芸人が出てきよんねんみたいな、めっちゃ有名な舞台じゃん。あと、衣装かぶってしゃあないでこれ。そうやこれもうマジで、はい、もうやばいっす、これ訴えられる可能性あります、講師が。マジですか。なんでこれ僕、TKO の木下さんのメーカーの服なんですよ。僕はずっとテレビとかでも大阪でも衣装絶対これ着てるんですよ。はいはいはい、で、一回食事行った時に、浩二が、実はその服可愛いっすね。ほんで、欲しいみたいな感じめちゃめちゃ見てきたんですよ、はいはいはい、でこれ木下さんのやつやけど、うん、俺が芸人だから木下さんの服を毎回着てるんやから、はいはいはい、でこれ浩二着だしたらもう浩二になってしまうから、まあね、俺は着やんといてくれと、うん、あのもう勝手に作ったらええやんって言ったんですよ。それは作るなってことじゃないですか。そうやね。で後日インスタ見てたらこれ作っとったんすよマジで。自分のブランドですね。こっちの方がええわ。木下さんのよりこっちの方がええわ。そうですよ。でちょっと触らしてもうたらこのセーターの生地感とか全然こっちの上なんですよ。グレードアップさせちゃう。これはなんか儲けようとしてる生地だよ。木下さんで悪いわ。でも俺がこれ着ることによってこれは木下さんのをイメージしましたってこうやって公言してるんで、だからこれめっちゃ嬉しいと思うで、木下さんから見たらえっつって。いや木下先輩、俺は本当は木下さんのを着たかったんですよ。ほんなら西寺さんが自分で作れって言うから、それは俺素直なんで受け入れました。ほんまに普通に着てほしかったと思うんだけど、それやったらこれニューニンベロ出したら、ね、それ可愛げ出したらどうすんねん。なんか恥ずかしいって言ってたら、それやったらじゃあ僕ら の、うん、あのちょっとユニフォームがあるんで、ユニフォーム、はい、ちょっとそれから撮ってみて、見にくいもんだ、かぶってたら。そうですね。どっちが工事ってなって薄めで見たら顔面もよう似てるやん。そうですね。あの用意されたやつ着たらいいじゃないかい、これいや一緒じゃないか。ここのスタッフは全員アホなんですよ。ゲストを呼んでます。はい、誰、はい、ここで一応実業家を目指してるっていうことで、はいはいはい、本物の実業家を今日はお呼びしております。誰やろう、それ度胸じゃないと。ソンさんとか来てくれてこれ急よ。俺もマジズバ抜けた実業家じゃないと買ってまうで。でも本当にみんな皆さんびっくりすると思います。野上の社長、実業家坂上社長です。うわマジやいやこれ坂上さんとかってほんまそのビジネス雑誌とか OBC のラジオでエンモーニングっていうラジオをパーソナリティすぐ言うやんそれ。ずっとネタにしてるだから基本このメンバープライベートとかしなくてもよくね、はい、これはもう酒飲むしかないでしょ。ああということは社長にお着替えてもらうんだろう。じゃあこう見たら一番ダサいですよ。こうなったら逆にダサい。いやあんなやったらいいんですよ。全国にいるんですから、グループの場合は。
社員さんとかでね。工事さんだってもう長いでしょ。あ、もう結構ずっと面倒見てくれてはって、うん、何やったらもう自分ほんまね、全く自分が名前売れてない時に、うん、ずっとお付き合いしていただいて、それはエモーニングですよね。アルバイト OBC 1314でエモーニングの絵は縁があるっていうやつの縁で、後半の時にさメール来ておりますってこれいいんだよ。体調と めちゃくちゃ喋れはるんだよ。喋られへん、俺ら喋られへん、やめてよ。今日は一番はその工事が本当に実業家としてはいはい、はい、いけるのかっていうところを僕らちょっと検証したいっていうのもありまして、はい、まあ、ちょっと一般常識をちょっと知っているのかっていうところをクイズ問題を、はい、ちょっと話していただこうと思います。クイズ問題やけどね、はい、俺らも戦うってこと。そうですね、はい、でももう見てる人4連単当てれるやん。だってもうビン決まってんもん。だって俺この間なみんなでご飯食べてる時に、はい、今の1万円札誰が持ってるか分かるってコーチに聞いたら、はい、コインってなんか乗ってましたっけみたいな。誰とかじゃないの、もう乗ってる乗ってないやん。そう乗ってましたっけ。小学生でも分かりません。そうやね、結構ロングスパン乗ってるやん。ガチでいくよ、これ勝負事やいける。あ、やっぱ負けたか。実業家というか社会に出て会社やっていくと、もちろん一般教養というか常識知ってないとダメですよね。いや、それはいるでしょう。経営者目指してるとか聞いたんで、はいはいはい、あ、そっちやったんやと。あ、じゃあまあ今日ちょっと今ビシッと見せてもらおうかなと。うわ、頑張ろう。いや、すごい。じゃあ早速問題を出していただくんですけども、はいはい、負けた方には、はい、もちろん罰ゲーム。うそやん、うそやん、全部嫌いやって。罰ゲームなんで答えるだけちゃうの。罰ゲームなのあんの。さあ、どういうやつ、どういうルール。いや、今ぐらいやらんと吉本入れないですよ。今日経営者が遊びで、ちょっとちなみに罰ゲームありますよ、リンゴ変えてみて。あ、罰ゲームありますよ。俺も書いてる。もう芸人やから。何罰ゲーム。はい、で罰ゲームちょっといろいろ用意してるんですけど。うわー、カブトムシ。はい、うわーか、はい、いや、食われへんやろ、そんな釘の木にな、蜂蜜とか塗ってな、ほんで、朝方行くね。これな、ね、ちょっと危ないんで、ちょっとじゃあその中で選ぼう、ね、あ、この中で選びましょう、あと、はい、ちなみにね、はい、もし僕が優勝したら、うん、こんなんしたいって言っていい。あ、大丈夫です。俺工事をちょっと使いたい。おお、使いたい、はい、で俺も YouTube やってるから、うん、西大チャンネルで工事出てもらう権利は。あー、面白い。 OK です。 OK、 はい、OK です。俺あの野上の缶のレシピ。うわっ、一番儲かるやつ、一番儲かるやつ。ちなみに高級生食感野上のレシピって何人かしか知らないですか。もうそうやね、もうそもそも僕とその一緒に始めた、はい、あのシェフの中井というのは、はい、込めたもうレシピがもうちょっと出来上がってるんで、はい、もうそれはもう、はい、全国に一斉に流れてるんで、あの中身は知らない。うわー、3人目が僕やこ。このクイズで粉ができてる状態。すごい、高級の食パン白川ありそうです。ありそうです。ありそう。ラーメン屋とかでもようありません、そのレシピな。白がひらがなで川が感じ。工事をこうちょっと使える、あ、はいね、権利ということで、権利で。わかりました、はい、OK です。はい、うわ、これは2つあります。おう、俺は欲張りなんで、はい、やっぱり1つは新喜劇にもう1回じゃあさせてくださいと。いやいや、もう出れるよ。いやすぐ言うの筋肉やみたいな。あの舞台にもう一度立って、出れる出れる。でもあのリングよりもこっちに立っちゃう。いや、おかしいやろ。でもう1つはもう一番やりたい、同じ時期なんでなかなか難しいですけど、野上で一日店長やらしてもらいたいです。おお、俺のような感覚だったよね、僕は。さすがやね。どっちも得ですよ、どっちも得やね。どうやったら白川さんも一日店長とかしたら、だからその時は俺は、こっちも優勝したプレゼントがあります。OK、 頑張ってください。はい、はい、気合いでよ。早速ですが、これちょっと横見えそうじゃない。あ、そうですね。工事とかほら学生時代ずっとカンニングしてた。確かに、カンニングの工事ね。カンニングつらへん、ちょっとちゃんとチェックしてもらって。こう、こうしたら、そうだね、見られへん。隠れて帰ってください。じゃあ行きます。はい、最初、はい、現在の日本の首相は誰。いいです。え、フルネーム。フルネームです。うわぁ、え、フルネームひらがなでも OK です。OK。 うわぁ、なんてものあれ。
結構下の名前難しいからな。よい、制限時間丸ちゃうけよ。いはい、ミサイさんもうこれ。あ、オッケー、俺もう余裕や。一番早いんじゃないですかね。なんか、マジで分からへん。やってもうたな。俺も自信あるからね。ミサイさんからいきましょう。いきます。はい、お願いします。内閣総理大臣は菅義偉君。今の正解が分かりません。正解が分かりません。そんなんじゃなかったな。じゃあ白子さん、白子さん、菅よし。ミオジエフやん、もう菅よし。菅よし、菅よし君ガースにしてくる。ちょっとそういうね、あのニュースもありましたからね。坂井さんはもう、いや、ちょっとね、格好悪かったんですけど、これね、後ろが難しかった。そうなんですか。あ、ね、はい、この下がちょっとね、よし、ヒデがもし間違ったら、それでもブーになるから。そうですね、これで。はい、はい、じゃあ、お願いします。もちろん、菅義偉です。あ、なんで菅幹事、菅幹事、どういうことそれね、結婚式とかのそのパーティーでも俺もツッコミだけど、俺間違ってます。そうですよ。何で正解は、ほんで正解いきます。正解は菅義偉です。菅幹事って、これはまあでも、まあでもみんな正解みたいなもんや。うわー、むずい。これさすが経営者。まあ、お二人勉強してます。さすが漢字に言われたね。だからその何個かあるやん、うん、はい、これ割り算やけど、じゃあ足し算やったらっていう、足し算は分かったのよ、はい、そっから導き出したニュアンスやねんけど、はい、割り算は、はい、玉。ぽいっすよ。ぽいで、こういうことやねん。これそういうことです。でもそういうことです。こういうニュアンスやねん。ニュアンスはやってます。はい、じゃあ違うか。お願いします。全く覚えてないけど、名作で出てきたのがなんかこんなやつ。あー、でも一緒やろ。俺シンプルに言った。おー、じゃあ割り算の答えやろ。はい、お願いします。K 関数字で、なんで漢字1文字なのにその漢数字ってひらがなで、あ、これの漢字が分からへんだけで、こういう漢字があると、漢数字っていう、はい、1文字が、なるほど。これはあれでしょう、はい、僕はやっぱり障害人なので、はい、こうちゃんです。なんて読まれるか分かりますか。1文字出て漢字やから、よう出てくるから、小とかね。そうです、ね、正解は、正解は小。おー、すごい。すごいわ。いやー、まあ、皆様ぽかったっすよね。ぽかったね。そういうことか。はい、一番近いの俺じゃん。形で言うたら第3問、うん、ドラえもんを書いてください。これは、これは、これ一般常識やん。一般常識、一般常識ちょっと黙らないでください。すいません、私が判断させていただきます。一番うまい人たち、これ一番あれやろ、経営するには大切なことやろ。全然違うやん。これはもう、これで育ったみたいなもんやもん。ドラえもん、そうですね。だってシルエットも真似してますもん。違うわおい。ほんなら俺工事応援する、工事ってこうやってグーで手振るか俺。浮いてるの、浮いてない、あれドラえもん浮いてるってあんまみんな知らんねえ。あれ実はちょっと浮いてんねや。そうや。だから俺西谷さんなんか浮いてはるなと思ったんだよ。なんでやで、浮ったのか食感で。ぷにゃんくらいで。皆さん一斉に、はい、しましょうか。はい、いきます、はい、じゃあお願いします。せーの、はい、あー、そっか。でもさ、みんなうまくない。みんなうまい。サメさんは、あ、うまいうまい。工場は、俺もこれ、パチッてやった。怖い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 。かじられる前、かじられる前。いやいや、それでも耳そんなみたいになってないもん。え、うまいですか。俺結構ちっちゃい子、こんなりりしい顔ないよ。顔だけ見たらジャイアンよ、顔。あー、眉毛がなかったんや。
ドラえもんって。いや、白川さん一番うまいんちゃう。これは誰？いいですか、決めて。はい、一番はやっぱ白川さん。よし、はい、今のはあのおじゃらけ問題なんで、はい、ちゃんとした問題いきます。はい、まあ、でもこれも一般常識です。いきます、はい、アメリカの人はどこでしょう。なめんなよって話や。東京じゃん。あ、そう、言うな、おい、言うな、そんなそれもヒントになるやろ。OK ですか。 OK、 OK、 はい、ポンポンって動かっこっちから、はい、そうですね、ポンポン行きました。はい、じゃあ、皆さんお願いします。ワシントン。ワシントン。 OK です。 OK です。えっ、アウト。ニューヨークとかね、その LA って言いがちやけど、ワシントンや。そうなんですか。ワシントンマイナースね。ワシントンしてるやろ。現在どうですか、原さん。でも、いい勝負ちゃう。いい勝負。まず、コウジさんが、0点。何も話したの。まあ、いい勝負。坂上社長が3点。おー、はい、日高さんが2点。え、はい、西大さんが今2点。おー、いい勝負やな。コウジ何点って。コウジさん0点です。ゼロは何かけてる。これむちゃくちゃ難しいな。いや、そうや、だって一回全員下がってます。はい、せーの。どこ一緒やから。ドラゴンボールで。カオバイバイ、カオバイバイ。パーティーをくれ。Yeah.